信長は、工藤和也原作、池上良一作画による日本の漫画作品。小学館、ビッグコミックオリジナル造館2986年10月15日号から1987年6月15日号まで、後同社のビッグコミックスペリオールに、同年7月15日号から1990年2月28日号にかけて連載された。 終わり国のうつけとして知られる、織田信長は、桶狭間の戦いで、駿河国の今川義元を倒して、花々しく歴史の表舞台に登場した。信長は、足利義明、浅井長政、武田勝頼、石山本願寺率いる、一向一揆などの敵対勢力と主導を繰り広げながら、橋場秀吉、明智光秀らの武将と共に知略を尽くして、 天下府部に向けて邁進していく。信長は、秀吉と光秀を両輪とした天下府部を構想していたが、かつて猛将と呼ばれた光秀が安定を求めていることに不満を抱いていた。光秀を発奮させるために、出雲など戦っている、最中の毛利領への国替えを命ずるとともに、毛利と対峙している、秀吉軍への援軍を命ずる。国元の女子供を連れての出陣に、 光秀は一族を守るため、あたご山のあたご神社で無本を受け継いする。斉藤達沖斉藤道蔵、吉達泣き後の斉藤家当主。高猾そうな肥満体の武将。織田家のすのまた畜生を無謀だとあざけるが、後に、美濃山人衆に離反されて、居城、稲葉山城から伊勢長島に逃れる。その他物語の終末間近となる。 ビッグコミックスペリオール1990年1月1日号に掲載された安土天守障壁画の章で描かれた安土城のカットが週刊朝日百科日本の歴史21中世にから十条掲載の新不城復元図の無断使用に当たるとして問題となった。このため小学館は観光中だった単行本も7回までで発刊を停止とした。 2003年から翌年にかけて問題となった箇所が新たに書き直され完全版として単行本全発刊がメディアファクトリーから新たに刊行された。ありがとうございます。